アリーのコルベット C3 を製作中です。前回のなんちゃってサイドスリットです。塗装後、裏から取り付けやすくするため土台をつけました。色は艶消し黒になります。キットのダッシュボードの部品です。ペダルのところに奥行きをつけたいので運転席側のみ延長しました。これでペダルが奥の方へ移動できます。メーターがアイアンバンパーの頃の丸いものになっています。こっちの方がかっこいい感じがしますが、四角くくり抜くことにします。メーター用の箱をつけました。その下の送風口のところもまっすぐになるようにしました。センターコンソールはそのままね。オートマチックなので、一度フラットにここは埋めて、簡単なモールドを追加してます。ダッシュボードをつけてみます。この隙間が気になります。プラバンで延長します。アバウトにカットして根気よく合わせていきます。だいたい合ってきたので、瞬間接着パテで固定します。
あとは削って横幅などをはまるようにします。差し込み用に真鍮線を立てました。ボディをつけてみます。大きな隙間が隠せました。ウィンドウもつけて一応チェックします。ボディ色はいろいろ考えましたが、結局白にすることにしました。この後、デカールを貼っていく予定です。ご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければグッドボタン、コメント、チャンネル登録を、ぜひよろしくお願いいたします。